皆さんこんにちは、やっさんでございます。今日はですね、ホテル&リゾーツ長浜ということで、仕事をね、琵琶湖沿いのホテルに来させていただきました。はい、今日はね、こちらでね、楽しんでまいりたいと思います。それでは入ってまいりましょう。これな、ホテルめちゃめちゃ広いな、めちゃ広いな。今日のお部屋はこちらの1250の部屋になっています。よし、行こう。12階、1、2、3、長浜マップ、5、6、7、8、9、10、11、12、1250やからこっちじゃない。あ、すごいな、広いな。あ、すごい、無理や、夏や。あ、そう、そうそう、まだ早いからね。早くお兄ちゃん開けて、遅いよ。あれじゃん、5分ぐらいになってる。あれ多分やばい、5分ぐらいしながら開けるのかな。何やねんそれ、何やねんそれ。あ、お前広いな。確かに広い。ここにベッドあった。確かに広いわ、ここは。あ、広いわ、ほんま広いわ。あ、そう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 。ここ、今日パパ一人で。十分やな。ちょっとそっち見せて。あ、すごい広い。広いね、一人でも十分。めっちゃ広いや。パパ見といて。うん。はい、パパ行く、パパ行くで。あ、すごいな、洗面化粧台になってんの。じゃあこう、え、じゃあ化粧台やろ。すごいね、パパ、うん、気に入った。さあ、ちょっと落ち着いたのでお部屋の中を見てみたいと思います。この玄関入ってすぐ左側のところに洗面所があります。あ、見てください、洗面台ね、2箇所もあります。で、大きい鏡になってて、で、こちら側にお風呂があります。うん、すごい綺麗ね。まあ、こちらのホテルはね、大浴場があるので、まあ、多分入らないかな、おそらく。で、こちらがトイレ、うん、綺麗なトイレですね。まあ、アメニティもたくさんあるのかな。ああ、ほら、あるわ、ほらね。何してるの？で、清浄機があって、で、ここに冷蔵庫があると。ポットがあって、で、ここはお茶、お茶と、こっちはすごいな、コーヒーカップにグラスも置いてある。大きいテレビやね。この部屋ね、70平米ぐらいらしくてね、めちゃめちゃ広いです。隠れんの？え、どこに隠れんの？うん、そうやな。で、ここの扉を開くと、お、すごい雄大な琵琶湖の景色が、すごい眺望やね。もういいよって言ったね。
あれどこやろうな、うん、どこやろうな、どこやろうな、どこやろうね。いやね、言ってへんわ。お前なんか笑っとったやろお前。あー、笑ってへんよ。さあどこに隠れてるでしょうか。わからんわからん。わからん。どっかにおるで。よし、こう。早っ。まあしかし広いロビーやね、ここのホテルは。待ってるよ。で駅まで乗せてくれねんて。あ、行こう。久しぶりに長浜のね、黒壁スクエアの周辺行きましたね。これ前おったな。虫が、はい、チーズ。石田三成。全然違う。それ明智光秀。あ、うまっ。うん、おいしいな。おいしい。なにこれ JIB。 うん、コインランドリーか。あるか、ほらほら。めっちゃ濡れてるやん。 OK。